どうもお疲れ様です。やっぱり成功をつかもうと思うと、一定の成績を上げようと思うと、誰かの指導を受けるとかね、監督やコーチに教わるっていうのが必要だってことは、多分多くの方が納得しているところだと思うんですよ。完全独学でうまくいく人なんていませんからね。いたにしてもすごく一部だと思うんですよ。ですんで問題はそこじゃなくって、この人についていって大丈夫かっていうところなんじゃないかなと思うんですよ。でその大丈夫かの一つの要因として、この人は教えることを途中で放棄していなくなっちゃうんじゃないかなっていうふうな、継続に対しての不安でしょうね。それはやっぱり判断するとしたら、今まで何を継続してきたのかってことを見るしかないと思います。例えばビジネスとか投資のサポートを受けようとするんだったら、今までビジネスや投資のサポートをどのぐらいの間この人はしてきたんだろうかってことを一つの判断材料にするってことじゃないですかね。はっきり言ってね、成功者が出た出ないっていうのはあんまり関係ないと思いますよ。例えば成功率 90% のね、塾があるとします。それはあなたが入ってないから 90% っていうことですからね。あなたが入った結果 90% が89に落ちるかもしれないんですよ。だから過去の実績で成功者が出ましたっていうのは、確かに一つの呼び水にはなると思いますけども、いや、そもそも俺にその数字、俺が入ってないからだよねって気づかないと、単なる成功率の高いことばかりにね、追い求めるようになっちゃいますんで、自分の確率ではないですから、それは。でもう一つはね、やっぱりこう教育のペースについていけるかなっていうところもあると思うんですよ。だから事前コンサルとかお試しっていうのがあるんじゃないかなと思うんですよね。でお試しをした上でもう迷いはないかなと思ったら、あとは自分の問題です。要求されたらお金が払えるかっていうところですよね。それは自分の問題なんで、入塾したいけどお金がありませんっていうふうに言うのはちょっとお門違いかと思いますよね。それは一番最初の自分に向けられた問題解決、ビジネスとして自分で解決することかなと思いますし、もし解決ができないんだったら交渉するべきでしょうね。お金がないんだけどこういう形で払っていきたいんですけどみたいなことを考えていくと、おこいつは見どころあるなって感じになると思いますし、実際に入塾前とかにね、そういったアイディアが出せる人ならやっぱりね、入塾させてくれると思いますよ。ただ単に参加するためだけにお金を積んでくる人なのか、お金はないけれどもなんとか参加してもらうためにね、いろんな交渉を用意してきましたっていうふうなカードを持ってくる人と、じゃあどっちがビジネス的に正解かっていうと、お金を積むっていうのも一つの回答ですけども、お金がない時にどうするかっていうね、問題をもう考えてるのかってところが大事だと思いますからね。じゃあいってらっしゃい。